こんにちは、クリエイターの荒本です。最初にデモ演奏として通して弾いていますので、お聴きください。ではまず予備知識としてですが、この曲のキーは E フラットメジャーで、フラットが3つつきます。構成はイントロ、間奏、A、B、サビという形になっています。そしてこの曲は16分音符を跳ねたリズムで弾きます。ではイントロの右手から見ていきましょう。連打が多いので指を変えて弾いています。連打のコツとしては、完全に力抜いた状態で鍵盤をなぞるようなイメージだといいです。もし難しい場合は1拍目を8分音符にしても構いません。続いて左手。こちらはシンプルなコード進行です。ではここまで一瞬弾いてみましょう。続いて間奏です。右手から見ていきましょう。メロとピアノのフレーズを交互に弾くので移動に注意しましょう。また音を離すタイミングなどのニュアンスも大事です。続いて左手。こちらも移動に気をつけてダイナミックに弾きましょう。ではここまで一緒に弾いてみましょう。
続いて A です。右から見ていきましょう。間奏割りに数が入ります。ここはイントロと似ていますが、また連打が多いので指使いに気をつけましょう。続いて左手。こちらはドラムパターンのような伴奏です。右手の合間に入るようになっていますので、タイミングに注意しましょう。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて B です。右から見ていきましょう。ここも連打に気をつけながら弾きましょう。最後は歌メロからピアノのフレーズに移ります。続いて左手。ここもドラムパターンのように弾いています。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いてサビです。右手から見ていきましょう。
最後の方で細かい音符が出てくるので注意しましょう。続いて左手。ここは B と同じような伴奏形でコード進行が変わっています。8分音符主体ですが反対リズムを意識して弾きましょう。ではここまで一緒に弾いてみましょう。では本日のまとめとして最初から通して弾いてみましょう。レッスンは以上です。質問などがありましたらコメント欄にお願いします。またチャンネル登録や高評価もしていただけるとありがたいです。では次回のレッスンでお会いしましょう。